ムシカがなぜか当てられていませんでした。とはいえなんか成績とポイントだけって話らしいんで、あんまり大将がガンピそしてまずはウラリオ対アテナ、キュッとこれでアテナとウラリオなんで、まあとりあえず飛び道具が飛び交うことでしょう。まず出しているのはアテナ、ウラリオは上から行く。お、しっかりガチで止めれたか、そして見てる弾使って、ウラリオも弾で応戦、どちらの弾が、これ2回目のサイボールに外観でしたが、サイボールこれよく見てる、というか読み合ってる、しっかりガードしてる。青消防圏を先読みで出す、相手が先なので十分あり、早出しからフィット、前出しジャンプDがすごかったと思ったらビット出していた。さあこの弾の弾のやり合いから飛んでいく、ダフ入れて、スタイクボールが来る前にスタイクショーで対抗落として、あー足元に入れてきれない、いや勝負に同戦するが、サイクボールがサイクボールを打っていく、ガーケンで押し返してサイクボール、さあこちらもガーケン、サイクボール、サイクボール、さあガンガンサイクボールが当たっていく、ガフにはならないが、サイコボール、サイコボール、ゲージも溜まっている。さあ最後アテナが、さあゲーゲーク排水ショーと相打ちしてダメージ勝ち、あれ単発のダメージ確かすごい少ないんですよ。さあまずバックステバックステル下がって、サイコボール、サイコボール、さあこれがローザイ、弾を打つ打つ、投げる、弾を打つ、避ける、これはジャンプに発動、正面でもしっかりコンボにつなげていくように発動したが、あと2人いる、ま、ここからまくれるか、裏割り、さあやっぱり待ってるのは弾、サイコボールが終わったと思ったことまだあります。サイザーウェーブ、サイザーウェーブ、いやー飛び道具気持ちよさそうに言ってます。サイザーウェーブ前転してしまった、このゲームオーバー。さあそして大将は杉原さん、はいはい、分かりました。西川は使わない、クラーク、シェルミ、ゴロですね。なんか 98UM っぽくない対決になりました、キャラ的にお互い。さあ、すごいぞ、これが大変なことになるとギャラリーがなんかかなり増えておりますが、どういう試合になるか。まず飛んでいく、これは屈伸で寄せて、ガルフの気を取る、はい、さあうまく距離を詰めていくシェルミ、さあ弾が当たる、前衛でフェイントも兼ねて弾をガン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 打っていく、下がる下がる、これは飛びが勝ってワンコンボ、ガーキャンで切り返してサイコボール、サイコソードで返してサイコボール、さあ画面端で追い込んでも攻めないで下がる、このローダイプレー、このピットはし落ちる、おっと溜めている、楽しそう、ほんと
サイコショーだ、サイコボール、あーしばらい楽しそう、これハイパー楽しそうなプレイです。さあまずこのアテナを捕まえれるかというのが焦点になってくる。前転は取れない、打撃が逆に確定しない、逃げて倒し上げ、ここでアテナを捕まえて前オフで避ける、ダッシュにダッシュ合わせてる、これはラジェットしまった、ガーキャンでかわしてつかず離れず、さあここでガーキャン返事返しを打ったが、ジャンプに避けてる、残りスロットガーキャンして、たま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 まだ打つ、何もできないのか、地雷神すら間に合わない、そこまで読んで台で出してる。さあまずこのアテナを本当にどっち構える、ここでまずはサイコボールを撃破、サイコボールを倒して次に出てくるのはガイザーウェーブ、これはどうなる、フラークというキャラの特性上一回捕まえれば、さあ捕まえてほぼやいけない、あそこ何が待ってる、暴れていく、ここは左端に追い込んで、しかし立ち火前火エンディングリーで当てて、今丁寧に試合を作っていくが、飛び込みにカイザーウェブが始まる、まずレッツ拳レッツ拳、これはうまくガードしてね、ミニジャンプレッツ拳、さあどうなる、クラーク一発捕まえればゲージもある、レッツ拳、うわー立ち火前、レッツ拳重ねてガッツとするか、立ち火作業オンリー。さあ勝ったのは老害チーム。